豊橋ふるさと大使の松平健、宇田地源平近くの吉田神社は三河伝統の絵付け花火発祥の地として知られています。毎年夏の風物詩として7月の第3金曜日、土曜日、日曜日に行われる祇園祭りでは300本の絵付け花火に加え1万2000発の打ち上げ花火が夏の夜空を美しく彩ります。天空を彩る勇壮な花火は悪霊を吹き飛ばす最良の方法と伝えられています。